仙台エルグランドに似た三列シート SUV 登場。日産は中国・上海で開催された上海モーターショー2023でパスファインダーコンセプトを初公開しました。このパスファインダーコンセプトについて日本でかつて人気を誇った日産のミニバンに類似しているという意見があるようです。日産が海外で販売するパスファインダーは 初代モデルが1987年に登場。北米などで販売されている現行パスファインダーは5代目となり、全長約 5003mm× 全幅約 1978mm× 全高約 1778mm の大型ボディに3列シートを備えています。そんな中、今回の上海モーターショーで初公開されたパスファインダーは、 中国仕様のコンセプトカーとしてお披露目中国のモダンな美的感覚と日産らしさを融合させアクティブなユーザーのライフスタイルに合わせて開発されましたエクステリアのデザインはフロントの幅いっぱいまで拡大された大型の新世代 V モーショングリルを採用し大胆さと高級感を強調ダイナミックな形状のライト類やマットなダークゴールドのボディカラーが 先進的なスタイリングを生み出しています。また、リアには車幅いっぱいに広がる横一文字のテールライトが採用され、光るパスファインダーのロゴを装着するなど、精悍な印象となりました。インテリアは水平基調とすることで、より広く、よりラグジュアリーな空間を実現。12インチの S 字型シームレスツインスクリーンや、 ダッシュボード上のエアコンシステムのコントロールなどのデザインにより、近未来的で美しい室内空間が広がっています。そんなパスファインダーコンセプトについて SN、SNS などでは日産の高級ミニバン、エルグランドと似ているという声が見受けられます。パスファインダーコンセプトの顔のデザイン、そのまんまエルグランドが多くだろう、仙台エルグランド、 E51 区の雰囲気がありますね。顔が E51 エルグランドに見えるなど、2010年にデビューした3代目のほかキングオブミニバンとして、人気を誇った2代目エルグランド E51 との類似性を指摘する書き込みがありました。パスファインダーコンセプトのグリルは、横基調のバーがあしらわれているほか フロントフェイスを横一文字に貫くライトによってフロントランプが上下に分かれているように見え、これが二代目エルグランドを想起させているのかもしれません。パスファインダーコンセプトに採用された新世代の V モーショングリルは、2022年11月にフルモデルチェンジした新型セレナや、2023年4月にマイナーチェンジが発表された軽自動車の新型ルークスにも装備されており、 次世代の日産顔とも言えるデザインです。パスファインダー、かっこいいじゃん。エルグランドもこの顔でいいんじゃない全項を高くして、パスファインダー良いね。エルグランドにめちゃめちゃ合いそうな色とデザインなど、このデザインが次期エルグランドに採用されることを期待するコメントも参見されました。パスファインダーコンセプトは、 現時点ではコンセプトカーとして登場しましたが、量産モデルが2023年後半にも登場することが明らかになっています。